はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしね、磁石から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、納豆とマヨネーズの話なんですけども、納豆にマヨネーズ入れたらいいらしいんですよ。血行が良くなるんですって。まあそのね、納豆にマヨネーズってなんやねん。納豆は体にいいって聞くけど、マヨネーズってそんなね、あかんやろっていう人もいてるんですって、中には。まあ、マヨラーと言いますか、マヨネーズ僕も好きなんで食べるんですけども、味も好きやから時にはかけすぎてしまったりすることもあるんで、注意せなあかんなとは思ってますけどもね。まあでも、その今日はそんな納豆マヨネーズについてお話ししていきます。マヨネーズってカロリーばっかり気に取られがちなんですけども、マヨネーズにもそもそも栄養素っていうのが入ってるんですよね。まあご存知の方はご存知だと思うんですけども、それがね、ビタミン B とビタミン K なんですよ。それは脂肪分と同じぐらい豊富な栄養素になるらしいんですよね、ビタミン B とビタミン K が。でビタミン E には血中に存在する血栓を予防してくれて、血流を良くする働きがあります。で、まあ、血流を良くするってことは、まあ、全ての美容と健康にねつながるということですね。で、まあ、その代謝も上がるんで、ダイエット効果も期待できるということになります。で納豆に含まれている納豆キナーゼっていうのにも血流を良くする効果がありますので、相乗効果でね、さらにそのビタミン E とビタミン K、 あ、ビタミン E ですね、ビタミン E と納豆キナーゼで血行を良くしてくれる働きがあるので、さらに相乗効果が見込まれますっていうことですね。いいじゃないですか、納豆マヨネーズね、ちょっと入れたらめっちゃ美味しいんちゃうかなって思ってるんですけどね。まだやってないんですけども、まあでも想像で食べたら、まあ、美味しいですよね、絶対ね。納豆好き、マヨネーズ好きからしたらね、両方好きやったらもう絶対美味しいと思います。まあね、片方好き片方嫌いやったら、まあ、美味しくないと思うんでね、どっちが好きな人でどっちが嫌いな人っていうのは、まあ、やめた方がいいかなとは思うんですけども。あ、そうそう、あとビタミン K ね、忘れてました、ビタミン K にも血行を良くする働きが、まあ、あるんですよ。動脈硬化とかを防いでくれる効果があるんで、まあ、最近の研究で分かってきたことなんですって、それは。ビタミン K がね。ええよな。ちょうど動脈硬化って言ったら、僕、ね、悪玉コレステロールが溜まっていたら、動脈硬化になりますよっていう話を以前ね、したと思うんですけども、マヨネーズ食ったらいいんやんっていうふうな気持ちにちょっとなってます。ねえ、もうビタミン K。ビタミン E かと納豆のね、トリプル効果でね、血流が良くするなることは、まあ、間違いないかなっていうふうな風に考えられますね。いいじゃないですか、納豆好きな人ぜひ試してみてくださいね。まあその、まあ、カロリーのこと考えたら、まあ、納豆もね、取りすぎやん方がいいよっていうふうなことも言われますし、もちろんね、マヨネーズなんか納豆よりも食べ過ぎは良くないよっていう風なこともね、言われてますんで、まあほどほどにね、まあ何でもほどほどにがいいんですけども、まあね、自分の好きなものやからって言うて食べ過ぎないように注意していきましょうっていう話でさ、もうほんまにこれの動画撮った、まあ、今日の晩ご飯にやってみようかなって思いますね。まあ、そんな感じでした。最後に見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。